解体とか産廃の方とか、あとちょっと災害の復興の時とかによく使っていただいて、ちょっと西日本では結構デーレーってどういう意味なんですか。これ岡山弁なんですよ。あ、岡山弁なんだ、はい、デーレーって、はい、どういう意味なんですか。すごい、あ、すごいって意味なんですか、はい、デーレーっていうのは、はい、あ、まあ、広島も同じですけどね。そうなんですね。デーレーとか、あ、そういうことですか、はい、これ一番質問よく受けることって何ですか。一番受けるのはどんな機種でもつきますかとか。あ、やっぱり、あとクラスがいろいろありますか、はいはい、そういう話が多いですね。大きいのから小さいのまで、ありますね。ありますよね、はい、もう3トン、4トン、7トン、10トン、はい、ただ機種によってあのピンボスのあれが違うので、あ、そうですね、そこだけですね。変なこと聞いちゃうんですけど、はい、あの油圧シリンダーがずっと行くわけなんで、はい、破損とかしちゃう人いないんですか。破損はないんですね、今。あ、これ破損ないんですか、はい、あの周りも静電気を使ってるんで。あ、そうなんですね、はい、もう少々当たってもね丈夫なんで、結構皆さんあの新商品で、あ、これ新商品なんですか、はい、あの作らせていただいて、結構ニーズが多いんですよ最近。なんかお話が玉がない、あの口さんとか生さんの中古号とかがなくて、で新品だとあのなんかどっちかこうなんかいいとこと悪いとこがあって、へ、でちょっと今回そのうちいいとこ取りさせてもらって、要はいいとこ取り、はい、ここのあの爪のところもつかみやすくして、あ、はい、で軽さもあの富士山よりも軽く。いや、そうなんですか、はいはい、バランスもよく取れるよう、新商品なんですね、はい、でこちらもスウェーデンを使ってまして、いいとこ取りさせてもらってるのと、全体の重量をかなり軽くしてるっていうところがしてます。よりも20キロぐらい軽いんですかね、今400を80なんで、多分他社さんの500あるんですよね。これ機種はあのこの今70の7トンクラスだけなんですよ。随時あの2号とか4号これから、はい、行きます。これなんて YS でいいんですか。 YS、はい、YS グラップルで、はい、グラップル、これが商品の名前なんだ。あ、そうですね、まあ、岩佐グラップルってことなんですかね、要は。あ、なるほどなるほど、はい、独自に独自で、はい、作られた、独自で作ったものですね。これもデーレーカレルガー、はい、デーレーシリーズの、デーレーシリーズで、はい、特徴はここにも書いてあるんですけど、晴天逆転ができるんです。あ、で、あの要は一方さんの場合は晴天だけ、はい、あの一方通行なんですけど、そうですね、はい、うちの場合は草が絡みにくいように晴天逆転とか。それは油圧の切り替えなんですか。はい、あのペダルで切り替えていくんです、ベースマシン。そうか、逆転があるとやっぱり、はい、利点はやっぱり草絡みにくい、絡みにくいですね。これは日本で作ってるんですか、やっぱ中国で作ってるんですか。いや、あのうちの岡山で作ってます。あ、岡山で、はい、本当に日本製なんですか。もう日本製、もう純日本製です。そういうのも強みですね。そうですね、まあ、差別化するためにこちらはあの一応2タイプあるんですけど、はい、この歯が大きくてよくこう枯れるパターンと、はい、あと歯があの枚数がこれの倍あって36枚のやつで、はい、ちょっと小さくなるんですけど、はい、あの刈り跡がすごく綺麗に枯れるっていう。ああ、そうなんですか。はい、その2種類ありまして、でこれがちょっと新発売して 30L っていう大きい、あのラージサイズっていうんですけど、あの L 刃大きい刃、ただうちの方は晴天逆転しますよっていう。なるほど、ここが最大のあれなんですね、はい、そうですね、そこが一番。なんかでもすごい丈夫そうですね。そうですね、うち刃も当然あの純国産なんで。純国産なんだ、刃も純国産、はい、だから結構あの持ちます。デモ機もお貸ししたりするんですか。あ、そうですね、デモ機なんかあるんですね、はい、ありますので、あのご依頼いただければ。あ、そうなんですね、はい、お貸し出しできますので、